はい、今日やっていくのはですね、まあ、皆さんがね今後、うん、長い人生で働く上にずっと人の下で働くんですかという話ですよね、まあ、実際に自分でプロジェクトを持ったりとか会社を持ったりして何かしらのリーダーになるっていう時、うん、あると思いますと、はいはいはい、そう、これはどんな業界も一緒ですね、うん、働きたくないとかっていうのは無理なわけよ、うん、そういうやつさ、もう皆さんね働きたくないっていうのであれば、ね、働かなくていいぐらいのお金を貯めるために働かないといけないわけですよね。なるほど。だから一旦 ね必ず厳しいですよ、うん、働かないといけないっていうことを仮定して、その上で、はい、じゃあどういうふうに、ね、うん、プロジェクトとか自分の会社を引っ張っていくのか、うん、はいはい、言ってしまえば人々を引っ張っていくのは、これはどんな業種も一緒なわけですよ、うん、飲食店だろうが何だろうが、そのリーダーっていうところの役割についてすげー誤解してる人が多いので、うん、今日はそれについてどういうふうに、こんだけねうちがこんな大所帯、大御所、うん、大御所って言わないか、大所帯、大所帯になったのかっていうところを、リーダーとは的な、リーダーとは的なねことですよ、はいはい、よくさねリーダー経営者なんて言うとさ、うん、ね、俺はあんまり言わないんだけども、うん、お客さんも必ず第一にしろ、ね、まあまあまあ、最優先に考えなさいみたいなこと言うんだけども、そんなこと言ってる経営者ね、経営者として正しいと思うでしょ。いや正しい、お客様を大事にしろって言うんだけども、うん、それは無理ゲーなのよ。無理ゲー、もうだから普通に考えて、ちょっと分かってない、この組織っていうのを。だってさ、ね、経営者って俺なんて見てみ、うん、俺なんて最後にクライアントのなんかミーティングに行ったのいつ、行ったこと見たことある？ない。言っちゃえば冷たい人だという。いや冷たくない冷たくないんだけど、何かっていうと皆さんね、経営者なんてものは、うん、お客様と会うっていうことはほとんどないわけですよ。まあそうか、1年ぐらい俺会ったことないからね、うん、そんな人がお客様を大事にしろっつって、お客様の名前も分かんねえし、お客様の、まあ、どういう人かも分からねえし、うん、いろんな事業がありすぎてね。確かにそうだ、そう、そのくせにお客様を大事にしろって、うん、お前が一番大事にしろって話じゃないですか、うん、普通に考えてね。だからまず一番重要なのっていうのはリーダー、まあ、経営者とか自分がね一個のプロジェクトを持ったとしても、うん、そのリーダーっていうのは必ずメンバーを一番リーダーは大事にしなさいと、経営者であれば従業員を一番大事にしなさいと。で、従業員にはなんかね、部長とか上司が大事にしてくれるから、うん、上司とか社長に何かお返ししないといけない、それはダメだ、ペイバックはダメだ、うん、その大事にされたら、その大事にされた経験をペイトフォワードって言ってお客様に与える、うん、だから結局経営者は、経営者が従業員を大事にして、お客様を大事にするのは従業員だ。我々含めなんか複数なんかあんま大事にされてる感じバカ言ってんじゃねえよ、今日もぶち切れしたけどな、違う違う、あいつうるせえって。いやいやいや、それあなた完璧に沿ってお前進めなさいよ。本当ですか。いやいや、でもですよ、はい、まあ、リーダーともあろうが、もうカンペ無視するよこれからね、はい、いいですよ、無理だからこれね、そっちの方がいいですよ、はい、ね、リーダーっていうのは2つの顔を持たないといけない、うん、2つ、うん、2つの顔、まずはメンバーに向けての顔と、うん、あとは役職級、役職に向けての顔、あなたはあれ JA だっけ、いやシニア、シニア SA か、うちではですね組織図ってものがあるわけですよ、はいはい、組織図っていうのが、だからフリートレーニーから、うん、研修生から始まって、ジュニアアソシエイト、シニアアソシエイトっていうような役職がある中で、この役職をピラミッド通りに物事を進めていかないといけない、うん、なるほどね。だから例えば皆さんクリエーションチームじゃないですか、はいはい、クリエーションチームに俺から何か直接さ言うことってあまりないじゃないですか、大体はそのリーダーから行って、うん、リーダーから皆さんに行く、そこを飛ばすと組織が崩れちゃうのよ。なるほど、ね、だから俺が言うのは、皆さんに何か怒ったことある？ないでしょ。なんか1回だけじゃない。それは挨拶とか、そんな当たり前のことですよ。当たり前のことで怒るかもしれないけども、はいはいはい、基本的には何かタスクを投げたりとか、俺から直接タスクが来ることないじゃないですか、うん、ね、そういうことなんですよ。なんか冷や汗かいてきたらお前が言うと思ったり。犯人の違う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 。まあ、うち今、前の僕の、ね、会社を売って、はい、新しく、会社を設立して2ヶ月前に設立して、はい、今3ヶ月目か、うん、9月なのでね、去年の9月にやって、うん、去年の9月覚えてる？覚えてます、ね、居酒屋でさ、なんかインスタのさ、何ライブでね、2人でやってたじゃん、ゴキブリが通る、後ろ実はゴキブリが通ってもう笑いそうになってね、視聴者よりゴキブリが通ってそんな感じでね、あんな汚いところでライブしながら、ね、やりましたね。それが今ではね、あの時はまだ20人ぐらいの生徒だったのが、うん、今2万2000人だからね、素晴らしい、8月末時点で怖いですよ俺も、2万3000人か、うん、で、そう、まあまあ、そう、まあ売り上げも上がったよね、うん、一気にね、毎月だから月に2億円ぐらいが
まあ、2億3000万円くらいか、まあ、あとはコンサルだったり最近、まあ、コンサルとかね YouTube もあるし何お前その顔あとまだなんかで儲けてたな配当だなそのお金は、どこにいやまあまあまあ月間で言うとだから売り上げは3億円くらい上がってる、うん、見た、うん、まあ俺もう初めて見て初めて見た驚愕まあ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 、まあ、うちだから設立3ヶ月で、うん、もう月商で言うともう3億円ストックになってるね、はいはいでこの全部売り上げってオンライン の、うん、あの売り上げだからだいたい MDS のシンガポールの本社に入るでしょだから税金も全くかかんないこっちに全然来てないってことよ下にだからもう俺イメージだともうお金来た人が竹の子抱いてそうはおこちょっと落ちたやつを俺らが拾ってるみたいな感覚ねまあまあ、まあ、今年商で言うと40億円ぐらいですよね、うん、で経費はだいたい2000万円ぐらい月に経費かかってるからねあなたたちのみんなの給料だったりとかだからそれ合わせると大体2億円ぐらい、まあ、40億円ぐらいの、ね、利益がたまるわけですよただこの40億円の利益を俺ポッケに入れるじゃないそうだよなこれ悪いいや悪くはないけどその墓までは持っていけないから違う違う違うでっていうとね大体40億円ぐらいの売り上げがね、うん、例えばある会社っていうのは、ねうん、年商で言うとね、はいはい、これは大体100万円単位とかで PL つけるのよまあまあまあ、ね、これぐらいでやっときゃいい、ね、そうでもあなた見た時 PL 俺何円単位でつけるか1円単位そう、 うちは1円単位で PL つけるんですよ、うん、これマジで俺サラリーマンの時は1円ずれてるのが本当に嫌で、うん、だからもうぴったりなのまあ1円ずれることがないんだよねあのオンラインでつけてやってるからねそうそうそうまあとにかく1円単位で PL をつけてんだけどもこの1円単位でつけた時にやっぱりいろんなことが見えるのよ、うん、1円単位でつけると、はいはい、例えばこの子が例えばね細かいことで言うとあこの子なんか経費ねちょっと水増ししてんじゃないのとかねなんかね乗ってないタクシーでも入れてんじゃないのとかね、まあ、いきなり経費がちょっと売上に上がってね別に行動が変わってないのにちょっとね売上に上がって自分のね経費が上がってくるのおかしいじゃないそんな人信用できないいや人信用できない1円単位でやってるとこれが見えてくるまあまあ確かにで見えてきた時そうそう見えてきた時にこれちょっと注意するのちょっと経費上がってますよ、はい、なんでおかしいやんってね確かにまあ上がってるのも1万円とか2万円なのでもおかしいものはおかしいから、うん、っていうのねそうするとなんて言われてもケチだの、うんね、お金にがめついだのふざけんじゃねえバカ野郎いや今日は言わせろだからいいよ何いやいいよね今日は言わせろじゃ俺がお金にがめついんだったら俺がお金にねそんなケチなのであれば、うん、じゃあ詐欺くんね詐欺くんが俺だとしてみ、はい、詐欺くんが俺だとして、うん、ね毎月毎、まあ、毎年毎年40億円の利益が残る会社、うん、ねこれね、それ売ったら大体いくらぐらいになるかっていうと大体まあうちの場合は結構 IT でね、うん、イケイケなんで7倍ぐらいにはなるわけよいやそうだから210億マジ、うん200まあ3うん、300億円ぐらいになるわけよ、うんね、300億ぐらいになるんだけどもどうするいやもう売りたい売るでしょ質屋とかじゃなくて会社持ってって質屋とかじゃなくてまあ売るわけ売る普通にだからお金にがめついとか、うんお金にケチなのであればお金が欲しいのであれば、はいはい、もう俺売ってるのよ普通に考えてなるほど なんでそれをしないのって考えたことあるまあまあそうだなほらねあほら見ろあのね社員の皆さん俺がお金にがめつかったらとっくに売ってるとごめん無理だ行かせないでもそれでも、ね、お金にがめついって言われてそりゃイライラしますよあんたねそれはお金にねがめついはがめついでしょ好きそれ毎日愚痴られたりするんだぜいやまあまあそうそれはでしょちょっとお金好きイメージが強すぎんだよお金好きイメージだから違うお金が好きなんじゃなくてお金にきっちりしたいだけなのよなるほどできっちりしてるから、うん最終的に貯まるんだって、はいはい、俺は、まあ、ね。で、例えばね、じゃあ、うん、全部会社売らないとしても、うん、いや会社売ったらだけなのやることないから会社売らないんでしょみたいなこと言うかもしれないけども、じゃあ別に俺が経営したまま、うん、別に株って俺 100% 持ってるじゃん、うん、49% をじゃあ誰かにあげます、はいはい、まあそれだけで大体150億円ぐらい入ってくるわけで、うん、で、まあ、51% 俺が持ってる、はいはいはい、じゃあ例えばですと、うん、例えばねそうなった場合は株主が2人になる、まあ、複数になる、はいはいはい、複数になって分けてねでもそう、うん、じゃあ例えばよ、うん、200まあちょっと分かりやすいように2億円の売り上げが毎年ね毎年2億円の売り上げがあったとしましょう、うん、で1億円利益が残りました、はいね、半分ぐらいね、うん、でこの1億円残ったら、ね、49% 株を持ってる人と 51% 俺持ってたらこの1億円ってどうなる4900万円がその人で、うん、5100万円が俺こうやって分かれるよね、うん、そうですねそうでじゃあねこれが
売上が利益が10万円ぐらいしかなりません。2億円あって、うん、あの売上がね、はいはい、利益が10万円しか残りません、うん、っていうと4万9000円がこっちで、うん、5万1000円が俺になるわけでね、はいはいはい、っていうことは何が言いたいかっていうと、うん、そうするとじゃあタギ君がさ、うん、もしその 49% の株主だったら、うん、どう思う？150億で買って、いやいや 4万9000円しかない。ふざけんなよってね。話しちげえじゃねえか。話しちげえじゃねえかってなるでしょ。なるよね、なるよね。だから何が言いたいかというと、うん、タギ君そうしたらどうなる？どうする？利益もっと残せよって言わない？いやそうでもめっちゃ言うよ。言う言う。ふざけんなよマジで。ふざけんなよ。何だよ。お前おかしくなってる今日。マジでお金の話になる。俺もお金好きだった。いや何を言いたいかっていうとね、うん、株式会社っていうのは株主のものなの。まあまあ確かに。わかる、うん、で株主のものって何がもの株主のものかって、利益が株主のものになる、うん、はいはい、ってことは、ね、利益が残さない会社っていうのは株主がふざけんなって言って利益をもっと残せって言うわけよ、うん、まあまあそうだ。じゃあ利益を残せって言った時に、うん、絶対的に切られるのどこ？社員さんですかね。人件費。うわ人件費や。だから 1% でもね、 1% でも株を誰かに譲って、うん、ね、配当が入るよねその人に、うん、でもその人が配当ちょっと何配当が、はいはい、もうちょっとちっちゃいよみたいなこと言って、うん、もっと利益上げろよこいつらクビにしろみたいなね、うん、もらいすぎだよ、はいはい、今うちもらいすぎなやつもいるでしょいっぱい、まあまあそうね、もらいすぎだよって言ったらそれは切らないといけない。なるほど。給料下げないといけない。じゃあもう一回聞くよ。俺がお金にがめついのであれば別にそんなねみんなのこと全く気にせずに、うん、別に株主入れるわ他の外部に、うん、どんどん投資家ね投資したいなんて、ね、死ぬほどいるでしょあなた会食してて、うん、お金いらないの、うん、とかね言われるでしょ、ね、ボンボンじゃあいりますって入れて、うん、だその人たちどうなるかって、いやお前らの従業員ちょっともっと給料下げろ。嫌じゃないカズ君。嫌でしょ、はい、俺守りたいあなたのこと。あなたのこと守りたいよ。ありがとうございます。本当にだから俺前回ねあんまいろんな人とあの働いてきて結構言われるの。お金にがめついて、うん、はいはい、陰で多分言われてるんでしょ、はいはい、でもそれ言われるたんびにすんげえそれが腹立つの。なんでかって何ががめついの。いやいやいや逆に俺ただ楽しみたいだけなの経営を。みんな自由にいたいじゃん、うん、1% でも外部のやつ知らないジジイを入れると、うん、みんなが自由じゃなくなっちゃうの。みんなでこんだけの高水準の給料も出せないのよ。20万とか30万になるのよ。それ聞いて分かったわ今やっと。それ聞いて分かったの。確かに他に株主入れたら真っ先に切れるの多分俺だ。あいつ切れてな分からないな。分かった。そう危ねえ、まあ、切るまではいかない。でもこれがあるから、うん、ね、黒字リストラってあるんだよ。確かに株式会社って、はいはい、だって代表者はみんなの顔が見えてるじゃん、うん、ね、俺みんなのことを知ってるから、はいはい、ね、みんな可愛いよね、子供もいるよね、うん、とか家族もいるから、ね、給料下げないし、ね、仕事必要だから。でもさ、うん、ここにいる株主の人は、うん、みんなのこと知らないの、はいはいはい、ね、みんなのこと知らないおっちゃんなのよ、ね、うん、ってことは別に情もないわけ、うん、あるってことはもう切っちゃい切っちゃい切っちゃいって言って数字でしか見てない。数字でしか見てない。数字利益が低いっていうと、うん、じゃあどうなるかっていうと黒字でももっと利益を残せ、うん、ね、黒字だとしてももっともっと利益を残せ、はいはい、みんなあの欲張りグリーディーになる、うん、欲張りになるからね、うん、でどんどん欲がなっていらないやつはどんどん切ってって黒字だとしてもリストラが起こる。これが株式会社なんだから。これをやられたくないでしょ。これを守りたいの。いやです。だから 1% も外部の、ね、株主入れないの。誰にも譲らないの株を、うん、っていうことは株を、ま、会社を守るのよ、うん、っていうことをマジで知らない。株式会社なのに株のことを分かってるやつが本当に日本は少ない。マジでイライラする。社員に向けての動画みたいになってる。いや社員、今の社員もそうだし、はいはい、もう昔の社員、今までの社員もそう。確かに俺はね、きついことも言うし、ね、口も悪いけれども、うん、ただ実際一番思い合ってるのはやっぱり行動で見てほしい。言動じゃなくて、はい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 、マジでこれは思う。絶対的に理解しないといけないスタンス、うん、これめちゃめちゃ重要、はいはい、この絶対的に理解しないといけないスタンスは経営者文句言われる 100% だって。あのね、100人いたとして99人が、うん、じゃあ例えば A か B かで A って言ったら、うん、最後の1人は絶対的に B って言わないといけないっていうユダヤの教えがあるんです、うん、絶対に。これは A が正しかったとしても B って言わないといけない、最後の1人、はい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 、でこれが経営者でないといけない、うん、だから絶対に文句を言われる。だって嫌なやつが1人か2人いないと絶対にダメなの、うん、経営っていうのは絶対に正しいこと言うやつが絶対に言わないといけない、うん、だから多数決なんてしてたらみんな楽な方楽な方に手を挙げに決まってんじゃん、はいはいはい、今の国見たらそうじゃん、うん、ね、老人だってさ子供の方が教育大事なのになんか何介護費を上げてくれの意味の分かんないこと やるわけでしょ、うん、
それと全く同じやん。みんな自分のことしか考えてないから、多数決なんていくともうすっげえ人間勝手な、まあね、そう世界になっちゃうから遅くなっちゃってね。これもともと一部上場企業 の、 まあ創設者ですよ、言ってしまえばあのスタートアップメンバーですよ、うん、そのまあすごい方がいるんです、うん、もう口に出すと、もう怖い方ぐらい怖いぐらい俺がよく言ってる人やあなるほどね。その人の言葉で、ね、俺がまあフィリピンにいた時とも悩んでた、うん、いろいろ経営というか、うん、あとマネージメントについて悩んでて、うん、その時に言われたのが、竹穴、お前が絶対に徹底して理解しないといけないことは2つあると。うん、1つ目は、徹底して市場を理解しろ、うん。市場を見て市場を理解しろ、うん。で、2つ目は、絶対に徹底して従業員を理解しようとするなって言われた。そう、その人も。理解しちゃダメな。だお前、あんだけ会食出てるよ、わかんない。あの億万長者会だったりとかさ、うん、あといろんな経営者だったりとかさ、絶対にその経営者が共通して言うこと、うん、何？まあそのブレないみたいな。絶対その人たちに共通してるの、人を信じてない。ああなるほど、だからもう自分のあれだけなんでしょ気持ち。そうだから絶対的に理解しないといけないスタンスは、うん、経営者は嫌われる、嫌われても会社をやっていかないといけない、うん、そこでだから経営者って自殺するやつ多いね、真面目なやつが成功するから、うん、真面目なやつって首つけちゃう人とかめっちゃいるのよ、そういう人って。だから今回のコロナとかめっちゃつってんだよ、はいはいはい、でもそこで絶対にこれね、経営者のね、人もちょっと考えてほしい、みんなは、働いてる人は。経営者側の言葉ってあんまり通らないじゃん、うん、みんなポジショントークしちゃうからさ、うん、なんか従業員は大事だとか言っても、俺だと会社行くとね、いや従業員なんてもう絶対理解しちゃいけないみたいな裏の顔があるわけよ、うん、もうこういうのも全部俺 YouTube で伝えたい、うん、これみんなそうです、どんな経営者もそうです。あなたたちの会う経営者なんて綺麗事しか言ってないですよ、本当に悪いけど。テレビのね、顔じゃないよ。悲しいなそれはな。いやこれはね、うん、これ俺じゃない、お前もわかるでしょこれは、うん、一緒にいて。でこれ1つ目ですよ、最後、絶対に理解しないといけないスタンスのその2なんだけども、はい、ね、裏切りはあります、 100% 裏切りあります、ね、これだってさっきのちょっと話に通じるけども、うん、じゃあ例えば焼肉屋のさ、うん、俺の大好きな奥さんのね、うん、はいはいはい、人、あの人だってさ言ってたじゃん、うん、経営者が経営してるよね、それはレジからお金抜かれることもある、うん、俺だってね抜かれますよ大変にいろんな人、こんだけ経営マネジメント大変だって言ってもしっかり抜かれます、うん、そう、最初はねお金じゃないお金じゃないっていうやつほど、後から1円でも1万円でもね、なんかインセンティブの設計が下がると文句言ってくるやつめちゃめちゃいるね、うん、そう、絶対に裏切りがある、絶対におかしいと思う。そう、いろんな経営者見てみ、例えば青汁さんだってさ今すごいなんか揉めてるじゃん、株式のなんとかなんとかある、うん、揉めるね、うん、揉めるのよ。 有名な YouTuber の事務所だってさ、なんか YouTuber の離脱とか 株主のね、はい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 、なんかいろいろなやつだって揉めるね、 100% 揉める。やだな。だから経営者でいないといけないスタンスの5つ目は、うん、ドライさ、ドライ、ドライ、もう情を入れるな、情を入れちゃいけない。すごいでしょ。それで完成されたんだこれが。この化け物が。でどう今一緒の経営をしてて。いやドライ。うん。ドライやね。そう、もう一緒にずっとやってたなと思ったけどこれや、うん。もうダメだと思った。それやね。人じゃないと思ってるからね。人じゃないって言われる。でも絶対にまあこれ共通していうのは人を信じるのはもうね、うん、ドライでいいんです。だって雇用なんてのは皆さんそもそもで何を基準にして雇用なんてやってるかとか。人の付き合いっていうのはね、世の中70億人ぐらいいるわけですよ、うん、1秒に1人会ってたって全然足りないわけですよ、はいはい、間に合いませんね、間に合わないですよ。だから人の取捨選択っていうのは絶対していかないといけないし、しっかりと人も環境も変えていかないといけない、うん、そうやって会社っていうのは大きくなる。これには賛否両論あるかもしれない、はい、俺の考えにはね。ただその賛否両論あって非を言ってるやつは絶対に俺より結果残してないから、うん、今現状ではビジネスの世界っていうのは結構残してるやつの勝ちだから、絶対に今は現状は俺が正しい、うん、でこれ以上の、何かねもっと大きい拡大性の部分になるとそれはまた違うマネジメントとかあると思うけども、うん、多分俺ぐらいの年商、まあ、エバリエーションでいう400億とかね、そこら辺の企業のところになりたいのであれば、これのこれが多分正しいと思うね、うん、企業ビジネスで一番重要なのっていうのは、うん、競争をしようとしちゃいけない、うん、他社をどうとかっていうのは考えちゃいけない。 Google だって考えてみたよ。 Google って 何の会社ですか。 Google は広告、広告会社。でもそこはテクノロジー会社って言ってほしかったごめん賢くなりすぎちゃった。これ3回目ぐらい話だからまあ皆さんね、 Google って聞くと何の会社って聞くとほとんどの人がテクノロジー会社とか、 まあ、あとは IT なんだけども、うん、とにかくそういうようなテックカンパニーとか、うん、
そういう感じのイメージを持つわけよね。 Google グラスとか自動運転とか、うん、そういう感じで思ってるかもしれないんだけども、うん、Google の収益って 90% 以上が広告収入なの、うん、だから普通に広告会社なの。でも Google って自分たちを広告会社ですって言ったことある？いや聞かないね。聞かない、ないの、ないの。これがなぜかっていうと、なぜかっていうと、 Google が広告会社ですって言った瞬間に比較対象がテレビだったりラジオだったり、うん、あそういうものと敵を作っちゃう、敵を作っちゃう、ね、勝負を自分で仕掛けることでいろんな敵ができてきちゃう、うん、だから絶対にあの広告会社ですっていうのは言わない。確かに、だからそういう風な、うん、その絶対に勝負をしてきちゃ絶対に勝ち目がないですよっていう話ですね。なるほどね。そうそうそう。だから俺だってさ、うん、MUP でいろんなね、なんかオンラインサロンとかさ、オンラインスクールとかめっちゃいろいろあるじゃん。全く勝負してないじゃん、まあね、どこはこうだどこはこうだみたいな、うん、どうでもいいと思ってて、うん、まあこういった情報とかをいろんなねブログだったりとか他のオンラインサロンの人たちっていうのは俺の情報をこうやって二次転用してるわけじゃん。ね、でもそこに対してこいつは二次転用してるからなんかうちはこうだとか、うん、そういうのも全くしたいじゃない、うん、偽物はいるの分かってんの。あのコメントでもさ、なんか真似してますって、ね、真似あの人が真似してますとかさすんごい来るわけよ、うん、あのうちにね。それで俺じゃあその人にどうしようかみたいな、うん、何にもどうでもいいと思って、ムカつかないの。もう何もムカつかない。逆にだよ、今日大人だなちょっと。いや違う違ういつもバカバカ。 逆に真似されることは全く怖くない、うん、ある。逆に嬉しいじゃん。逆に真似されなくなった時が怖いの。だからあのルイ・ヴィトンってあるでしょ、うん、あのブランドもんとかって、ルイ・ヴィトンってなんであんな人気かっていうと、なんであんなブランドがつくかっていうと、本物ね、うん、偽物がいるから本物がつく。あ、偽物買ったことあるわでしょ。いでそれも犯罪らしい、金ないからとにかく偽物が本物の価値を高めてるわけ、はいはいはい、結局ね、まあ、ちょっと話はさっきと変わってるけども、うん、だとにかくその偽物を別に叩いたところで本物の自分の価値を下げるようなもんだから、まあ、まあどん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 真似してくださいと。余裕で構えてていいんだ、まあ、そうどん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 真似してくださいと。心配するときは、まあ、誰にも真似されなくなった時ですよっていうと、ね、その時に心配すればいいだけだから、うん、だからとにかくね、あのそういうのはその競合だったりとか、うん、パクリとかパクリじゃないとか、うちのシステムだってそうじゃない、うん、いろんな会社がさ IT なんでそうよ、あ同じようなね、うん、そう今日出したら明後日ぐらいにはそ の、ね、他のやつが出してるし、ファッションだと同じじゃん。なんかタンクトップが流行ったら次 の、ね、あのその月にはもうタンクトップが他のやつも同じようなデザイン出してるし、うん、だからそういうのを一個一個やってたって意味がないか、切りないのか。そう、一番注力しないといけないのは別に競合とかパクってる偽物とかじゃなくて、やっぱり顧客なんだよ。マーケットに対して一番注意を払うべくで、 そこの勝負に対して注意を払ってる誰かに勝ちたいと思ってるっていうのは、うん、一番企業でやってる。なるほどね。そうそう、それが一番重要です、うん、だからとにかくね夢中になればいいんですよ。もう夢の中にいるって書いて夢中ですよ。もう本当にこれだけみたいな、はいはい、かっこいいな今の。かっこいいでしょ、夢の中にいるって夢中。はい、これがですね、あの皆さんが今後起業したいとか、うん、まあ、副業でもね、いろんな競合っていうのは絶対出てきます、うん、同じようなブログ書いてるやつだったりとか、同じような YouTube で発信してるやつだったりとか、そういうの出てくるかもしれないけども、うん、そういうのを全く競合、こいつがこう言ってるから俺はこう言おうじゃなくて、もう自分の夢の中にいろというような、うん、あの事業の進め方っていうのをしていかないとダメですよっていう話ですね。はい、学べました。いや学べましたよ。もう今日は今日もあんまり怒ってなかったな今日。いやいやいや、まあ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 ね。いやなんかあるなこれ。切ったらありますよこれ。まあカンペが偉い。カンペが分かりやすい。スラスラ言った。ポンポン出てくるわ。余計な脱線しなかった。余計な脱線しない。そうそうそう。言いたいことも言えた、ね。はい、言いたいことも言える世の中ですから、YouTube とかでね。はい。今後もやっていきたいと思います。もし勉強になると、こんな情報ないでしょと。うん、ね、多分俺が出した後にはいろんなやつがねパクってくるんだけども、そういうのはどうでもいいですよと、ね、怒らないね、怒らない怒らない、あんなバカのもほっときゃいいんだと、ね、それはちょっとダメだよとにかく俺学べると思ったらですね、はいはい、必ずコメントといいね、うん、しなさいよって話ですよね本当に。いやまあまあ確かに、はい、まあ見てますからみんなね、そうちゃんと結構うちの運営チーム今20人ぐらいいるけども、しっかり見てるんですよあなたですよね。誰があれ返信してるの、何とかたまに誰か返信してるよ、アスクミーの、あもう一人編集して、もうだからしっかりとみんなの、でもね俺に対して一応少なからず来てんだけど、俺はあんま返さないのに何か意図あんの。いやだってさ
文句しか言われない。いやいやあるから、お褒めのやつも。あの右にいる人何なんですかとか。腰巾着もいいのよ。腰巾着だ。それ以外もあるから。あとコメント返してくださいね。この子を右に置いてる理由もしっかりね、言ってるわけですから。はい、ニュースピックスとかもね、同じようにお笑い芸人右に置いてるわけです。この子お笑い芸人なんで、こっちなんですね。はい。では。Hey guys, what's up? My name is Sam. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and leave us a comment down below. And if you want to enroll in the MUP College, simply hit the subscribe button and click the bell to be notified whenever we upload a new video. And if you want to learn more about the MUP College, simply follow Takehana's Instagram where he posts daily updates. All right, see you in the next one. Bye bye.